皆様こんにちは。箕面の小さな宝石屋、店長の越野康明です。本日もお客様のジュエリーリフォームの事例をご紹介させていただきます。今日はなんと、奈良県の方からのご依頼になりました。LINE で、ご相談をいただいた上で、なんとちょっと私も近くに行く用事がありまして、ちょっと特別にですね、出張訪問という形でお客様のご自宅に伺ってまいりました。そちらの事例をご紹介させていただきます。はい、まずこちらですね、もうほんと定番の、6本爪の縦爪の指輪っていうんですね。もともとホームページで見つけていただきまして、気になって LINE を、いただいたということでしたね。はい、当店のホームページのデザイン集から2、3デザインの希望をお知らせいただきまして、まずは LINE で、それぞれのお見積もりをさせていただきました。で、ご遠方ということで本来は伺うことできなかったんですけど、たまたま近くに行く用事がありましたので、その機会を利用してお伺いをさせていただきました。でね、その際にですね、ピックアップいただいてたデザインのサンプルなどもご用意をいただきまして、お客様にご自宅でご覧いただく流れになりました。はい、でですね、その中で、お選びいただいたのが、はい、こちらのデザインですね。ね、ほんと定番のシンプルながらにゴージャスっていう言葉が似合うようなデザインですね。はい、両サイドにね、綺麗なメレダイヤを配置をしておりまして、とても人気のあるデザインになります。はい、こんな風に裏側には光穴があって、ダイヤの輝きを引き立たせるような効果もございます。はい、本当ダイヤの品質が綺麗なんで、あんまりダイヤの周りをごちゃごちゃするよりも、すっきりとさせて、メインの1カラットの輝きを存分にね、引き立たせるようなデザインになっています。はい、でですね、後にご紹介するんですけども、納品後にですね、お客様自身がいろんな重ね付けをしたいっていうことだったんで、そのパターンに応じてですね、こんな風に使ってますよっていうことをですね、お客様自身が写真で送りいただきました。はい、まずこちらですね。はい、これはもうシンプルにもう1カラットの指輪だけ、今回リフォームさせてもらったのだけ使ったコーディネートですね。はい、で続きまして、お持ちの指輪とこんな風に違う指に、隣の指にはめたコーディネートですね。そしてなんと、お持ちの指輪と一緒に重ねて使ってしまいましょうコーディネートですね。素晴らしいですね。はい、こんな風にですね、もういろんなパターンで、ジュエリーを楽しんでいただけるのかなと思います。はい、以上ですね。では、恒例になりました、お客様の声をこちらでご紹介させていただきたいんだと思います。はい、なぜジュエリーリフォームの相談をしようと思いましたか。古い縦爪の指輪を普段使いしたいと思って。はい、で、どこで当店を知りましたか。ダイヤリフォームというホームページの検索で見つけていただきました。はい、ジュエリーリフォームを行う店が多くある中で、何が決め手となって当店に依頼をしましたか。種類もたくさんあり、価格も安く、ホームページも見やすかったためということですね。はい、ありがとうございます。すごいね、事例も多くなってきましたんで、そういった意味でデザインの参考にしてもらうには、ホームページをご覧いただくとすごいいいんじゃないかなと思います。はい、続きまして、商品の出来上がり見てどうだったですか。またどんな時に身につけたいと思いますか。はい、とても素敵で、お出かけの時には必ずつけていきたいですということですね。で、最後にご意見ご感想があればお聞かせください。はい、LINE の返信も都度早くて、とても安心してお任せすることができました。指輪も本当に可愛く素敵で満足ですということですね。はい、ありがとうございますね。LINE の返信に関してはですね、もちろんお店外出していることもあれば、店頭で接客中のこともありますけども、極力ですね、最初に早くお返しすることを心がけています。なかなかね、すぐに、お答えできない内容もあるんですけど、そんな時でもですね、ちょっとお時間くださいみたいなことを先に入れてしまったりするんで、
まあ、そういったこともお客さんにご評価いただいたのかなと思います。はい、ありがとうございます。本当ね、トークからのご依頼いただきまして、まあ、うちのお店を、ね、見つけていただいたことに何かご縁を感じますね。はい、これからもですね、まあ、たくさん紹介させてもらって、いろんなコーディネートができると思うので、まあ、日々ですね、いろんな、イメージで使っていただければ嬉しく思います。はい、以上ですね。はい、今日のリフォーム事例いかがだったでしょうかね。立派なダイヤモンドの指輪が出来上がりまして、お客さんもとても喜んでもらえた事例になりました。またですね、こういった感じでリフォーム事例を更新していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。